い、皆さんこんにちは、ベートーベンミキです。8小節の練習曲全曲チャレンジプロジェクト、今日は103番です。103番は、102番と同じでユニゾンの3度で、その後にオクターブで、その後またですけれども、だから3度の練習とそれからオクターブの練習を分けてしました。で、3度の練習は102番でも、話しましたけれども、指をまっすぐ下ろす、弾き終わった指をまっすぐ上げる、まっすぐ下ろす、これを意識してください。高く上げるんじゃなくてまっすぐです。この3と2だけを、3と2の指だけを弾く練習をしました。どういうことかというと、最初の1小節ね、これ、5、3、4、2、3、1、ね、こうなってるんだけど、その中で3と2の指で弾く音だけ弾くの。最初はるかっていうと、ミファミファミファが起こるわけ、ね、聞いてミファミファミファ、聞こえる、ね、だから3と2だけ弾く練習ね。で、次3小節目も同じ、ね、こういう練習をしたので、その次5小節目も同じで、面白いでしょ。3と2だけ弾く練習ね、これ結構役に立つから。で、その後ね、5小節目、これね、問題はミファソが1で、次も1、1、1ってずっと、これをすごく早く弾かなきゃいけない。テンポアレグロブリリアンテアレグロブリリアンテすごい難しい。だから意識して1をすごくこう手首を柔らかくして、てかこう取る、意識して取る練習ね。で、そうすると5小節目、ね、で、それで1があるっていうことを意識すると、ね、次のミファミファミ、次の2拍目の3連符の頭は肘をこっち側に入れて、1が弾きやすいように持ってきてないといけないですよね。で、もう1回1弾くから、そして次今度5が、4を弾かなきゃいけないから、次3の指はこううんと持ってこない、あの肘が先に引っ張っていくって感じ、手を、だから肘が先に動いて、ね、またね、また1がここ弾かなきゃいけない、また肘が先に行きます、ね、もう1回あります。これ4回やるの、ね、で4回目の後はで上に行かないで、しかもオクターブ広げなきゃいけないから、ね、でこのオクターブの弾き方ね、この間あのプレスラー先生の本で話したんだけど、ここね、あのクロスして弾く練習、これもね
まっすぐ下ろす。クロスする、いつもクロスしなくてもいいと思うのね。私はクロスして練習したらすごい良かったんだけど、それでも意識すればいいっていうか、で少し曲げる、ここちょっとだけ曲げると、とにかく ここに重心があって、ここが進んでるっていう意識があればいいと思うの。この部分、2の指のこの手のひらの、降りてるってこと。だから5と1が引くんじゃなくて、ここが引くっていう、それでこうクロスすると、ね、で右手は、2小節目、右手はね、これもう4の音が入ってるから、ただのオクターブよりはここが意識しやすい。4小節目で、7小節目は、まあ、ね、今度これ2の指引くから、もうの指を引くっていうことだけ考えればいい。ね、こういう練習しました。だから1212ね、それから今度5と2、すごくここが降りてるって感じ。ここの部分が先に、降りるって感じ。で、そして全部、そう、あのね、手が小さいからね、大変なの。これ大きい人はね、全然問題ないと思うんだけど、こうもういっぱいいっぱいやってるから、響きもね、なんか響かせなきゃいけないし、だけど引っ掛けないで弾かないといけない、ね、ね、すごくね、あのストレス発散にいいから、これ楽しい練習なのでおすすめです。はい、今日は以上です。この8小節の練習曲チャレンジプロジェクトシリーズは、私自身の音を磨くために練習の内容を共有しています。もし、この練習方法が皆さんの音を磨くためにも参考になれば嬉しいです。よろしければチャンネル登録していただいて、一緒に練習しましょう。コメントや質問もお待ちしています。いつもありがとうございます。今日もご視聴ありがとうございました。じゃあまたねー。